皆さんこんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。今日ご紹介をしますのはこちらのチャンネルです。TTM 剛海外ニュース黒メガネというチャンネルなんですね。TTM 剛さんはですね、このチャンネル以外にもセカンドチャンネルの方も相当頻繁に更新されてますので、この TTM 剛さんの、このメインチャンネルと、喋り場というですね、サブチャンネルの方もあります。で、最初はですね、こちらの、メインのチャンネルの方で私を発見しまして、それからよく頻繁に見るようになったのは、実は、こちらのメインチャンネルよりもサブチャンネルの方が頻繁に更新されているので、そちらの方をよく見ることが多いんですけども、ただですね、本当にこのメインのチャンネルはよくできてるなというふうに思います。ちょっと仕事柄、YouTuber の方をプロデュースしたり、YouTube の研究をですね、して、いろんな動画マーケティングに活かした、そういったコンサルティング業なんかやってますので、ちょっとそういう見方をしてしまうんですけども、まずですね、本当にこのサムネイルの画像ですとか、TTM 剛さんというお名前ですとか、あとは、この動画のですね、サムネイルの作り方なんかも、非常に統一感があって、しかも、内容が、想像しやすくて、そしてちょっとキャッチーで分かりやすくて、非常にですね、作り込まれているなと、抑えるところを抑えているなという感じがして、とてもいいなと思います。はい。そして、このまずチャンネルのですね、内容、概要についてお話をしたいんですけども、本当にこの概要欄に書いてある通りなんですね。まず TTM 剛さんという方でトラベルマーケッターとして活動しているということですね。ご自身で4つのビジネスを立ち上げられて、企業経験があるという方です。そして YouTube などの情報発信を通じて、ご自身の考え方を広めているという形なんですけども、Twitter の方もですね、やられてますので、こちらの方を見るともう少しわかりやすいのかなと思います。ヨーロッパ、ロシア、東南アジアに住んでいる経験があると。そして企業が4社。そして英国大学院を卒業して、インターナショナルマーケティング専門で、大学院を卒業しているということで、かなりその英語もご堪能ですし、英語で、英国、イギリスですから、ブリティッシュ英語を使われるんだと思うんですけども、なんでね、こんな話をしたかと言いますと、このですね、TTM 剛さんの喋り方っていうのが、非常にですね、特徴的なんですね。はい、どうも、TTM 剛です。今日はですね、タイトル通り、中国の経済、今、どんな感じなのか、回復とかしてるのか、というテーマでやっていこうと思います。みたいに、わかります?なんかね、すごく日本人らしくないお話の仕方をされるんですけども、最初は違和感を感じたんですけど、だんだんとなんですかね、それが心地よいリズムになってきて、だんだんですね、自分の話し方もちょっと TTM 剛さんっぽくなってきてるんじゃないかなっていうぐらい、なんかお気に入りになってきてるんですね。そして、この彼のその情報収集能力、キャッチアップ能力、そしてその整理能力、そしてご自身の意見をちゃんと随所に入れられている。すごくですね、この動画自体は、本当にレベルの高い動画じゃないかなと思います。やっぱ最近ですね、この時事ネタを扱うニュース系のチャンネルっていうものが増えてきまして、その中でも、本当にこの TTM 剛さんの、独自の観点で集めてきた情報を独自の観点で、意見を伝えるというところが、非常にですね、いろんな情報を複数の情報を見てるんですけども、なるほど、そういう見方もあるんだなとか、そういうところの情報から持ってきてるんだなっていう、どうしてもね、他のメディアとの違うところがすごくユニークだなって感じるんですね。これぐらい、独自の観点を持ち込んでるニュースチャンネルっていうのはあんまりないのかなと思いますので、ぜひですね、こちらチェックしてほしいなというふうに思います。はい。そしてですね、もう一つのサブチャンネルの方も一応ご紹介だけしますと、こちらですね。TTM 剛しゃべり場というチャンネルです。TTM 剛しゃべり場。こちらはですね、もっと編集が、あまり雑というか、あまりなされてなくて、とにかく今すぐに伝えたいこと、共有したいことをどんどん共有されているという感じです。で、先ほどのメインチャンネルと同様で、やっぱりサムネイルがですね、統一されていると非常に見栄えがいいですよね。そして、チャンネル登録が明らかになってないんですけども、先ほどのメインのチャンネルもそうですし、こちらのサブチャンネルもそうなんですけども、再生回数を見るに、おそらくチャンネル登録者も5万人ぐらいはいるんだろうなという感覚があります。どんどんですね、時事ネタを扱う中で、ご自身のファンも増えているんじゃないかなというふうにも感じます。はい。という、チャンネルでした。ぜひですね、この新世界チャンネルの方では、自由と希望を分かち合う、そういった情報が発見できるような場所として、YouTube でやってますので、本当に YouTube で素晴らしい方を、たくさんいますので、その方々を発見するきっかけになればなというふうに思って、発信をしています。また引き続きですね、私がチェックしているチャンネルをこれからもご紹介していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。